はい。えー、それでは 195t さん、よろしくお願いいたします。えー、羽生さんが最近4回転アクセルのことを、えー、語らなくなったのは、えー、正直、それどころじゃなかったんじゃないでしょうか。あ、それもあるかもしれませんね。えー、プロになってから単独賞が続いていて、ハードスケジュールの中、何より健康第一でしたから、えー、けは絶対にできない状況でしたよね。うん。絶対、それ、可能性あります。あの、ね、やっぱ、賞は、 怪我をして出ないってなっちゃうのはやっぱ責任とかあると思うんで、羽生選手は多分できなかった可能性がある。うん。それは非常に今、合点しますね。そんな中では4回転アクセルの練習はしたくてもできなかったでしょう。え責任感のちょい羽生さんはそういう気持ちも押し殺してえ、単独賞に挑んだのではないかな。いやー、なるほどですね。確かに。うん。 現役の時っていうのは全部自分に責任がいくと思うんで、まだこうできるだとしても、あの、プロの世界っていうのはやはりそういうわけにいかなくなっちゃうっていうのがあるので、この話は確かにあるなって僕は感じますね。で、相変わらず忙しい毎日で健康に気を使う日々が続いてるんで、4回転アクセルの練習はできていないから、口にしなくなったんではないかと思います。なるほど。うん。 で選手の時は、えー、怪我を覚悟で、えー、練習をしてきたと思いますが、えー、プロとなった今では、今は自分のための試合ではなく、お客さんに喜んでもらうための相性がお仕事なんで、えー、自分自らの希望をして、えー、怪我のリスクがある4回転アクセルの練習はできないというのが現状ではないのかなと思います。えー、練習をしたくてもできない、そういう悩ましい狭間にいるのではないでしょうか。えー、天と人をどのように回数するか。 え羽生さん自身、絶対に考えてるんだろうけれど、4回転アクセルの狭まで悩んでいるのかもしれませんね。うん。あのその可能性って結構大きいですよね。うん。あの、非常に合点しましたね。うん。で、何だっけ。 えとどのような形であれ、一番回収をしたいのは、テントとそのはずなんで、必ずいつかは回収すると思います。えー、それを中にもち、まち、見守っていきましょう。いや、本当ですよね。4回転アクセル練習で、もう本当に大きな怪我であで、プロのね、いろんなショーが続いてましたから。 出れなくなっちゃうことも考えられましたんで、まあ、そういった意味で、まあ、体をに注意しながらね、うん、やんなければいけない。まあ、でも、4回転アクセル、点、ま、と、あ、しと、うん、やっぱ4回転アクセルを入れたいという気持ちもあるかと分かりませんけどね、うん、4回転アクセルの狭まで悩んでいる可能性、これは僕も感じますね。うん 寺さんよろししくお願い,いたします動画で見たら、今日のアシュラちゃんは、最後のズサーのところから退場するまでの羽生選手のファンーがすごいってことですね。うん、羽生選手のファンサー最後までお客さんを盛り上げようと、え観客席を指差しながら走ってまたズサーってやって退場されました。演技後の 演技後、喉や顔も超かっこよかった。うん、喉喉かっこよかったって。で、私は羽生選手の喉や顔が大好物なんで、もう大満足です。え、これを見ながら1週間は燃え転がれそうです。うん、あの、羽生君の喉,喉って確かに結構インパクトあるなって今、あの、感じましたね。うん、喉に、えー、喉、なるほど。うん。 どのが好きっていうのは結構言われてみて気づくもんだなって思いますね。うん。ユンママ様、よろしくお願いします。今日のアシラちゃん、他のスケーターさんみんな西側で見ていてよらしいですよこですね。うん。で、全員かは知りませんが、西入り口の席の方がツイートをされていました。で、ムラさんも。 えー、31日の解説で、普通ここまでスケートで音取,れあ音取れないですからと言われてたんで、きっと皆さん参考にされるんでしょうね。うん、すごいですね。アンコールの集会の時は、カオくんの肩を、えー、もみもみしながら出てきたそうですと。うん なんかいいですね。やっぱり私はみんな仲良しが残りますね。うん。いや、平和な感じで。でも、カオ君の肩、もみもみしなかったの、これは想像がつきますね。でえ、最後にお願い。九州にも来てあ、やっぱり九州をね、ちょっと、羽生選手ジェーンさん、九州が羽生君ん呼んでます。お願いします。はい。いやこれ、本当に今に始まったことじゃなくてですね。うん。レモンミカンさん。 おはようございます。皆様がコメントなさっている、今日のスターズオン・ワイス欧州デイーアシュラちゃんの全貌が私はまだ見れていませんが、終わり頃は見れました。なんかすごい、キャーチャーゴ,ーゴーの歓声が地響きみたい。アシュラちゃんを滑り終えた、えー、羽生さんは、ふ、ふ、みんな、どうだったみたいに、微笑み、ほわんでいらしたようで、ご機嫌な感じでしたね。うん。お客さんを会って、まだ時間が許すなら、ダイナミック ダイナミットとかをやっちゃいそうな機嫌のよさずさーってやってきて。 やってキャーキャーーなんて帰りましたエンディングで4回転トーループをおやりになったのね。うん、そうですねで今日の欧州 Day2 のオープニングは祈るような慈愛に満ちた羽生さんでした。えー、彼は優しい、散々苦悩したけど、うん、それと大好きな東北だからかも。あそれもね、あると思うんですよね。あの岩手県ということですよね。うん、オープニング曲「Old Days Things, That I'm Down」<music> えーえー、は The k i l l の曲でしたね。うん。ディ・オール・デ s ズ・ t ン i ス・タッド・アイブ・ダウンってきますね。なるほど。で、えっ、ー、と、羽生さんの美しい高の演じ。肘から手に見れ見、えー、見とれてしまう。えー、髪もファサワサ、きれというね。うん。アイブダウンという言葉は、私はもっと着たくない男の言葉。俺もやってやっちまったということですね。なるほど。うん。日本人の男から聞く。えー、すまないという。お、なるほどですね。アイブダウン。うん。なるほど。 はいで、えっ、ー、とにはえっ、ー、とね。てい,ていうニュアンスです。ああ、情けない。大嫌いな言葉聞きたくない。歌詞は何ですと。とえーか、過去のやってきた言葉を許してくれ、厚みを許してくれ、後悔をしているっていう歌詞知りません。因果応報。それはあなたのえー。 材料さあ、先に行きましょうね。え、歌詞に対する試験って、これちょっとあれですね。なるほど。うん。で、欧州会場の外も、えー、お,お祭り騒ぎみたいですね。え、デイ3は、先人、白様でしょうかね。うん。テラ様、あの夏へで、幽体離脱されません。あ、ねえ、幽体離脱が起こるらしいんで、うん。ぜひね、幽体離脱しましょう。というか <laughs>、ね、全然ちゃいますね。はい。という感じで、ね、ちょっとね、うん。はい。という感じなんで、皆さんも、ね、a オールデイズシング i n アイダウンっていう曲なんですねなるほど、うんえーと。マイク・バーティラさんどうもです。えー、カム君こんばんは。ファンタジー・オー・バイスは神戸公演を申し込んでいますが、 発表はまだですが、えー、到底当選したいような気がする。神戸全滅になるかも。なんで今年は、えー、名古屋と、えー、静岡公演をしてくれないんだろうか。うん。東海地区のお客さん、無視したらあかんぞということですよね。うん。で、名古屋とかね、結構やっぱりフィギュアファンたくさんいるかと思うんです,ですけどもね、うん。神戸全滅になっちゃう可能性もあるということなんで。うん。 そして、森永英子さん、よろしくお願いします。ま資産の情報、ありがとうございました。やっぱり専門家なんですね。うん、フィギュアの詳しい解説をしいている公演も YouTube で見ました。どんな時も、羽生選手の見方をしてくれるようで、私も嬉しくなります。今日の2日目は、またノリノリで、日ごとにテンションが増してますね。 うん、羽生選手が乗ってきたら、えー、会場も一体となって大盛り上がり、えー、サービス精神満載で、えー、観客も嬉しかったでしょうね。私も嬉しくて幸せいっぱいです。で、CS と言わず地上波も全、えー、公演みたいですね。羽生選手は毎回驚かせてくれるから、うん、いやね、っていう感じで,です、ね、盛り上がってますよね。なんかファンさはね、すごいことだったらしいですね。うん みきみの様おはようございます。えカくんこんばんは。今日はフィギュアスケートの本が 2, 2冊届いた。あよかったですね。うん、1冊目はキス s ライ特別編集、羽生結弦。え h e s t a t e y 乗ってステラータギフト、えー。プロローグの特集、羽生くんの愛称をリポート。こういう子のインタビューがグッド。で、2冊目はですね。 別冊マト渓谷、フィギュアスケート男子ファンブック、えー、クワドラブルアクセル、うん、2023、表情の希望と光、えー、表紙の羽生君の写真に惹かれて買ったけど、いろんな選手、全日本ノービス選手権の注目選手、あ、本当ですか、が載っていて、思わぬメッケモンだったということですね。うん、思わぬメッケモン。 物物かな宇野選手や三浦佳選手の特集、友野選手と山本聡太選手の対談、相本瑞希選手の引退,引退インタビュー、真央ちゃんの美容の写真に、中村修君のインタビュー、ジェイソン・ブラウンのインタビューなど盛りだくさんということですね。これは本当にすごい、なんかいろんな、ね、裏エピとかも聞けそうな気がしますね。これねうん ジュリーさん、よろしくお願いします。羽生君は練習中の4回転アクセルの成功動画を見ましたよ。えたまたまで来たんでしょうねえ。しっかり回転をしていました。羽生君のファンは今は健康のことが一番の心配事かもしれないわ。うん、今回は,は母上様が帯同をされているので安心はしています。あ、本当ですかうん。ね、ということらしいですね。うん、羽生君の4回転アクセルの動画。なるほど。これはあのクリケットの時でしょうかね。うん。 はい。えーと、それではね、皆さん、ありがとうございます。一旦動画を止めていきたいと思います。